い、今日は多分みんなが知ってるベラジオに来ました。2-5が3テーブル、5-10も3テーブルあるみたいです。テーブルが良さそうだったので5-10をプレイすることにしました。バインはミニマムが400ドル、マックスが1500ドルバインで、私はマックスの1500ドルで入りました。ワンハンド目クイーンズ、アンダーザガンが30ドルのレイズで、私が100ドルに3ベット。ヘッズアップ、フロップがクイーン7-8、トゥーダイヤモンド。アンダーザガンチェック、私が80ドルベットで相手ホールド。はい、次はストラドルポット、ハイジャックで10-9ハート、私がレイズ50ドル。カットオフとストラドラーコールで3ウェイ、フロップがジャック8に2ダイヤモンド。オープンエンドストレートドロー、バックドアフラッシュドローもあるので、私は90ドルベット。カットオフコール、ヘッズアップ、ターンは7のハート、刺身ストレート完成のフラッシュドローもついてます。現状ナッツです。210ドルベットして相手はコール、リバーは一番見たくないダイヤモンドの4、私チェックで相手が90ドルのベット、ポットは760ドルぐらい、フォールドできないです。私コールで相手はキング6のダイヤモンド、フラッシュ引かれて負けです。はい、次はアーリーポジションでキングジャックオフスート、私30ドルをレイズ。ミドルポジションボタン、ビッグブラインドコール、4ウェイ、フロップが10-9-3 2クラブ、私はガットショットとバックドアフラッシュドローがあります。ここは4ウェイなのでブラフはせずにチェックします。みんなチェックでターンへ、ターンがクイーン、刺身ストレート完成とキングハイフラッシュドローもついてます。ビッグブラインドが90ドルのベット、私が240ドルにリレイズ。ミドルポジションフォールド、ボタンがレイズオールインの515ドル。ビッグブラインドフォールドで私の番。ここで刺身はレイズしなければよかったと後悔。あと260ドル出せば1200ドルポットを取れると考えたら、相手がフラッシュ完成してても私はキングハイのフラッシュドローがあるんでコールしました。すると相手はエース6のクラブ、ドローイングデッドです。チーン。次はボタンで5ポケ、フォールドで回ってきて私が30ドルにレイズ。
ビッグブラインドが3ベット110ドル。ここでの有効スタックは1500ドル以上あったのでコールしました。お互いディープなんで。そしたらフロップが433レインボー。フロップはチェックチェックで回りました。ターンが6のダイヤモンド。ビッグマインドチェック。ここで私がベストハンドを持ってる可能性が高いと思ったので私は100ドルのベット。相手フォールド。はい、ここでテーブルが良くなくなってきたのとちょっと負けすぎてティルトしていたので2-5に移動しました。ここの2-5はマックス500ドルで他のカジノと比べたらマックスバインが小さいカジノです。はい、本当に座って一発目アンダーザガンプラス1でキングクイーンクラブ。アンダーザガンがリンプ、私が25ドルにレイズ。アンダーザガンコールヘッズアップ。フロップがキングジャックに全部ダイヤモンド。トップペアです。私が25ドルのベット。アンダーザガンがチェックレイズの85ドル。迷ったけどここではフォールドできないんでコールしました。ターンがスペードのクイーン。すると彼はオールイン285ドル、ポットが220ドルです。もし私が彼の立場で私がフラッシュ持ってたら多分オールインしないんですよ。考えられるのはエースジャックのエースダイヤモンド、もしくはニポケのセット、クイーンテンのストレートドロー。もしフラッシュすでに持ってたらおめでとうってことで私はコールしました。リバーはジャックのクラブ。すると彼は38のダイヤモンドを見せてフラッシュすでに完成してました。38をアンダーザガンでリンプしてレイズにコールしてフロップでフラッシュできると思ってたのかな。まあできたけど。